っとまで考えられないから口に取るってレベルじゃないから。本当この度は申し訳ございませんでした。今回は全て僕、もしもし、もしもし、もしもし、あれやばい、もしもし、は、え、何これ、フォークの履歴、え、ちょっと全部消えてんですけど。え、なんかアプリおかしいんだけど。え、え、あれちょっと待って、あ、あれちょっと待って、え、何これ、え、ちょっと待って、光線を打つ時のコツってありますか？ああ、コツ、はい、なんだろうな、こうチェストって気合い入れる感じですかね。気合いですか、わかりました。あ、それとあの胸のあれが赤く光った時、こう胸がグッグッとこう締め付けられるあの感じ、わかります、体グッとグッとなりますよね。あと空飛んだ時、空飛んだ時グワーってきますよね。めっちゃくる、わかります。でもそれってやっぱ気合で耐えるしかないですよね。気合です。チェストチェストそうです。うわー、嬉しいです。こんな話できる人いないですから。いないですね。あと変身した時とか。変身できた。これでガッツスパークレスを使ってメダルの力を引き出せるようになったんです。おー、マジっすか。さすがバカな相棒アキトだね。は、いつから俺がお前の相棒になった。え、違うの。あんま調子に乗るな。俺はお前なんか。でもこの前僕の名前呼んでくれたじゃん。それは関係ないだろ。ある、すっごく嬉しかったもん。状況的に仕方なく呼んだだけだ。仲いいっすね。いいくない。全隊員司令室に集合。町全体で大規模なシステム障害が発生している。金融機関や政府の重要施設へのクラッキング。ウルトラレア出たとこでバグんだよ。一体地上で何が起こってるんですか。めっちゃやべえぞ。空船シティどころか各国 TPU 支部がサイバー攻撃を受けてる。ガッツセレクトが対処すべき事案ですね。おっす、すぐ出動しましょう。暑苦しいなこの二人。 TPU 本部及び各国支部に連絡を取れ。ガッツセレクトも独自の警戒体制へ移行する。おーす、うん、君はいいから。速報が入ってきました。世界中の重要施設がサイバー攻撃を受けています。両施設、東京の交通機関も大混乱です。政府が来る現在緊急事態宣言の発出を決定しました。ダメです、どの TPU 支部とも連絡取れません。みんなデジタルに頼りっぱだからそうなるんだよ。おい、俺に肘を乗せるな。ここまでの事態は誰も想定できねえよ。だからこうして骨董品を持ち出すんじゃねえか。こちら TPU 本部サイバー部隊 TPU 本部つながった。各部隊独自の作戦行動を許可する。独自の作戦行動を許可する。
おいおい、ここもヤバいんじゃねえの？大丈夫だ、世界一のセキュリティで守られて。え、嘘だろ、侵入されて破られてんじゃん。何、こんなこと人間にはできませんよね。やめてよ。攻撃の発信先は世界中の一般市民の携帯端末だ。ありえない、利用されてるだけのはずだ。ダダ、ダダ、それがこいつの名前か。なんだ、まずい、ナースデス制御のシステム上書きだ。何、研究室で対処します。ユナ、手伝ってくれ。ラジャ、おー、ユナ、おで、ありがとうございます。ねえ、こいつ何が目的なの？わからないけど、ダダは地球上の全てのシステムを支配しようとしてる。ユナ、その基盤を5番に。あとスカジーケーブルも頼む。わかった。スカジーケーブルって何？うわ、ダダ、僕行ってきます。ペシンさん、これですよね？あ、はい、あ、そうそうそう、大丈夫ね。はい、あ、それです、それです。うわ、ダダダダダ、メインシステム、核管制システム、ソーダシステムが乗っ取られかけてるぞ。おいおい、それ抑えられたらおしまいだぞ。艦内デジタルネットワークを切ってください。システムを独立させて制御を取り戻す。ラジャー、自動操縦からマニュアルに切り替わったんだ。おい、このボタン押してくれ。はい。こいつのソーダはパイロットの俺に任せとけ。マリル、これ、ナースキャノンが発射準備に入ってる。え、これもダメだ、早く止めないと。ダメだ、発射まで5秒。俺の船で勝手はさせねえぞ。どこじゃ。あっぶねえ。エネルギー最終電池、発射まであと5分。え、火器管制システムを奪い返さねえと止めらんねえ。こっちからの停止信号も受け付けない。ナースキャノン直接止めに行かないと。僕が行きます。俺も手伝います。どうして制御盤、アナログ回路の制御盤は。これか、アキト、アナログ回線繋いだよ。ラジャ、七瀬隊員、ガッツファルコの VR 操縦システムに駆除プログラム今送ってる。え、そいつでメインシステムに入って、俺がダダの侵食箇所を探すから。七瀬隊員はそこを叩いてくれ。これ、わかった。嘘でしょ。ナースキャノン発射まであと1分。おい、言うこと聞きやがれ。ダメだ、短くて届かねえ。じゃあお前邪魔してんのか。探し物はこれかな。おお、それよそれ。ふい、あー、サッキュー。よいしょ。弾幕すごすぎ、こんなの無理だ。ナースキャノン発射まであと10秒。アキト、緊急停止爆発ボルトの起爆装置は。制御パネル内の安全装置を外せ。そこにガッツパークレスを打ち込め。発射まで、せーの、2、1。間に合った。ギリギリしたね。キングジョーを操ってナースデス星を落とす気だ。なんでそんなことするんだよ。世界侵略には俺たちが邪魔だと気づいたらしい。ハルキさん、行きましょう。ボス、アキト君が作ってくれたこれの出番っすね。はい。ウルトラマンヒューマン Z モルチタイムアルファエッジブースアップ、ブースアップ、スペリアアルファ。未来に築く希望の光、宇宙拳法、秘伝の神業。
ボス。ご唱和ください。我らの名をウルトラマンゼット。ウルトラマンゼット。ウルトラマンゼットアルファエッジ。Ultraman
する気か。また直してやるからな。で聖護も無事だ。めっちゃいいチームですね。俺もストレージのみんなが恋しくなりました。え、何してるんですか。これ持って帰んないと怒られるんで。壊れてる。これこう持ってもいいですか。大丈夫ですね。こんなとこですかね。何から何まで、ありがとうございます。ああ、いやいや、俺を言うのはこっちです。僕にも最高の相棒がいて、最高のチームがいるって気づかせてもらいました。俺は何も知ってませんよ。そんなみんなのためにも、ウルトラマンとして頑張っていきたいと思います。ちなみに相棒って誰のことだ。アキト。ケンゴくんが心配で来てくれたんすね。え、さすが相棒。だから相棒なんかじゃない。へえ、だってすごい息合ってたじゃん。みんなとも完璧なチームワークで。他はともかく俺はやるべきことをやっただけだ。いや、それが結果的にさ。そういうのを相棒って言うんすよ。そういうの本当うざい。早く帰れよ。もう問題はそれなんすよね。ベリアロクター。おい、もう飽きたし帰るぞ。帰るって言ったってどうやって。
俺様が次元を切り裂けばどうとでもなる。え、そんなことできるんすか。ガッツスパークレス、Z ライザーが治るまで借りてっていいっすか。すごくいい感じなんで。いいよ、持ってけよ。ありがとう。俺、あれを仲間のところに届けに行きます。じゃあ、また。また。アキトも。あれ、気をつけて。おっす。ラーメンまた食べましょうね。あ、絶対食べましょう。ポケモン Z オリジナル。アキト、お腹空いた。ラーメン食べに行く？ああ、行くか。え？本当に？行くの？は？やっぱ行かない。ああ、ダメダメダメ。行こうよ。いい。いや、行こう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 。いい。いや、ラーメンは人によって好みが大きく分かれるんだ。うん。俺とお前の趣味が合うとは限らないだろ。いや、じゃあ何味が好きなの？俺は醤油だ。醤油めっちゃ美味しいところ知ってるから。やばいよ。ユナ、これ私がやったの？いや、これはダダが。私の意識が途切れる瞬間、ダダを吹き飛ばしたの覚えてるもん。ねえ、なんであんなことできるの？私って何なの？ユナ、ユザレって何なのよ。おめでたい日なのに、石化弓魔獣ガーゴルゴンが超古代から蘇ってしまう。怪獣が迫る中語られるシズマ会長の過去、そしてユナの出生に隠された秘密。え、あの飛行機って。次回、ウルトラマントリガー、あの日の翼。スマイルスマイル。